エリーザー・アルビンは、イギリスの博物学者、博物画家、水彩画家である、イギリスの昆虫の自然史が再色した。この書でアルビンは、すべての図版は、生物を見て、描き再色するように教えた娘か自分が、生物を見て、できるだけ正確に描き、再色したと書いた。鳥の自然史に掲載された赤と木の図版はおそらく、 ホワカトキがヨーロッパで絶滅する前に描かれた最後のものである。ありがとうございます。